佐賀県有田町で昨日夜遅く、ため池に車が転落しました。先ほど引き上げられた車の中から一人の遺体が見つかりました。現場ではクレーンで車を引き上げ、中に人がいないか捜索が続いています。警察によりますと、昨日午後11時50分過ぎ、佐賀県有田町山本で国見の池に車が落ちて人が乗っていると目撃した男性から警察に通報がありました。車が転落したのは国道498号沿いにある国見湖畔公園内のかかたため池です。車はため池に面した駐車場から転落したとみられています。警察などが池の捜索を続け、今日正午過ぎに車を引き上げました。車内から一人の遺体が見つかったということです。警察が遺体の身元の確認を進めています。